はい、どうもカルナと申します。今回はですね、ポケモン GO について話したいと思います。よろしくお願いします。サムネとタイトルでわかる通り、今回はですね、このサイドンですね、ちょっと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、サイドンなんですけども、なぜ今更サイドンを押すのか、理由として、何点かあるんですけども、一番のね理由としては、9月1日からね、三剣と言われる、第2世代の金銀時代上都地方の、純伝説ポケモン、エンテライコウスイくんが、世界中でね、飛び回るみたいなこと言いながらなんかめっちゃいっぱいいますけどもね、まあアジア太平洋地域で、まあ日本ではスイくんですねが、出たんですけども、10月11月はね、ライコエンテどっちかが1ヶ月ずつに出るということで、そうですね、サイドンということなんですけども、サイドンね、タイプ、わかる方いっぱいいると思うんですけども、岩地面タイプですね。はい。まあ理由はね、その三剣に対抗できるということなんですけど、まあスイ君除いてなんですけどね、スイ君はまあ今9月やってますけども、後々エクセレントスロー動画出そうと思ってるんですけども、まあ CP 低いし、シャワーズとね差別化されるんですけども、シャワーズは HP 攻撃がスイ君より勝っていて、スイ君は、防御がシャワーズより勝っているということなんですけども、まあ普通にシャワーズでいいやんみたいなそんな感じなので、まあ別にスイ君はねいらない方結構いるかもしれないんですけど、エンテライコをねどちらも、出てきたら その時点で最大 CP になって、あの炎タイプと、電気タイプの、最大 CP のポケモンとなっております。はい、ということでね、サイドンなんですけども、まず、能力とかから見ていきましょう。サイドン最大 CP が3253、ですね、HP、H ですね、210です、種族値が。で A ですね、攻撃222で B 防御ですね206となっております。でですね、弱点が草水が4倍ですね、原作だと、ポケゴーだと 1.96 倍、まあ2つの弱点つけますよということです。で弱点、普通の効果抜群ですね、1.4 倍が、格闘、鋼、氷、地面となっております。で耐性ですね、耐性は、ノーマル、飛行、岩、炎タイプが、0.714 倍、めっちゃなまった 0.714 倍ですね。はい、電気毒タイプが、0.51 倍ですね。効果なしと、4耐性となっております。はい、ということはね、サイドンでなんですけども、レードでね出ると思うんですけども、なぜバンギじゃないのかと言いますと、その三剣に対してですね、エンテライコーですね、まあ別にいる人はいいんですよ。ゴローニャとかね、ゴローニャの泥かけ地震ですか、泥かけ地震とか覚えたかな、まあ地面のやつね覚えてる方は別にゴローニャでも大丈夫なんですけども、今からねゴローニャとか作ろうと思うと大変なんですよ。でそこでね僕は考えたわけですよ。あ、サイドンいるじゃん。はい、サイドンです、その通り、サイドンが、使えるというふうに踏んでおります。バンギラスなんですけども、バンギだとライコウに対抗できないので、ライコウとエンテイにどっちも対応できるサイドンが僕優秀かなと思います。あのエンテイだけだったら別にバンギでも大丈夫です。ただバンギとかも持ってないし、ゴローニャとか地面タイプを覚えてるやつもないよっていう人は、サイドンね結構おすすめします。スイ君ね今9月中やってるんですけども、多分コレクション用にね何匹か捕まえる人多分いると思うんですけども、多分それ以上は捕まえないと思うんですよ。まあ高個体値欲しいっていう人は何回もやると思うんですけど、まあ、自分もコレクション勢としてワンダース12匹ですね、12匹捕まえたらもうバンギとかやろうと思ってたんですけども、サイドンっていうのを見つけまして、あと技ですね、技が泥かけ岩砕きですね。泥かけの DPS が 12.85 で EPS が 8.57 かな、うん、で岩砕きが、11.54 と 7.69 で、ゲージ技ですね、メガホーン、地震、ストーンエッジ、DPS がそれぞれ 28.13、31.31、36.36 となっております。
で、ですね、その、円底だけに対抗するんだったら、泥かけストーンエッジで大丈夫です。ただ、それだとバンギラスとかで、足りるので、自分はですね、泥かけ自身、これを強くお勧めいたします。泥かけ自身ね、まあ、ちょっとめんどくさいと思うんですけども、泥かけで、まず地面タイプ、自身も地面タイプ。で、地面タイプでね、一番強いのが今、サイノンと言われています。で、次、第3世代出るとか出ないとか言っておりますけども、第3世代で強い地面タイプのポケモンはあまりいません。フライゴンぐらい。まあ、フライゴンも多分差別化されるからな。サイノンで十分です。でね、まあ、最大 CP とまではいけませんが、30レベルでね、だいぶ2800ぐらいいくのかな。多分そんぐらい上がると思うので、全然30レベルで OK です。で、泥かけ自身の技にしてもらって、で、それによって、エンテイとライコーの弱点をついていく、というスタイルとなっております。でね、やっぱり差別化されるのが、ゴローニャ、なんですけども、まあね、ゴローニャとサイドン、何が違うんだ、というのはですね、入手のしやすさです。ゴローニャね、レードじゃないんですよ。まあ、横浜行った人はね、横浜でレードしたかもしれないんですけども、こいつ普段はレードじゃないんで、元々の石つぶてとかゴローンとかから作るぐらいしかできないんですけども、比較的ゴローンとゴローニャ進化させるのに、120個飴が必要なんで、石つぶてとかをいっぱい捕めなきゃいけないんですよ。それに対して、サイドンっていうのは、サイホンからの進化なので、飴50かな ?50 で、で、しかも、サイドンのレードが出るってことは、サイドンのレードで高個体値が出つつも、普通にサイホーンをバンバン出て、50個で進化できるから、卵からでも進化できるという優れた、サイドンでございます。優れたサイドン違うの。優れたポケモンでございます。はい。ってことでね、エンテを例に挙げていきたいと思うんですけど、エンテ、まあ、ご存知の通り、炎タイプでございます。炎タイプ、弱点、水、地面、あります。岩もそうですね。なので、シャワーズでも全然エンテは大丈夫です。で、バンギラスもね、ストーンエッジ覚えてあるのであれば全然大丈夫です。むしろ、バンギが一番いいぐらいかな。シャワーズどうなんでしょうね。はっきり言って、僕、エンテ結構捕まえると思うので、まあ、でも、ほう、出たらな、エンテいらないのかな、と思いながら、やりたいんですけども、まあ普通に考えてね、その2匹と、あとこいつ、サイドン。まあゴローニャでも全然大丈夫です。ゴローニャの、ファイアーとサンダー対策の用のゴローニャでも全然エンテに対抗できます。岩落としストーン1ですね。はい。全然大丈夫でございます。まあエンテは比較的倒しやすいと思うんですけども、ライコーですね、問題は。ライコーは海外の人がね、ポケモン GO 動画とかね、やってるんですけども、CP がなんと42000あるという、まあ、そい。ルギアと同じぐらいでしたっけ？ルギア、ルギア4万、でもそんぐらいだった気がするんですけど、まあ普通に高いんですよ。42000っすよ。は？まあ普通に捕獲時のね、ステータスの1910いくつだったかな？そんな感じだと思うんですけども、ライコー非常に強いです。その中で弱点つけるポケモンとして、やっぱりサイドン。もしくはゴローニャなんですけども、ゴローニャは、そのさっき言った通りに、進化しづらいんですよね。もう作ってる方は別に全然そのゴローニャ使っていただいても大丈夫なんですけども、今からゴローニャ作ろうと思ったら、すごい大変だと思うんですよ。ポケモンの巣がね、あるところだったら別に大丈夫なんですけど、僕新潟なんですけど、今新潟に全ての巣がないんで、非常に大変なんですよ。作るとしたら。そこで思いついたのがサイドン。イエス、サイドン。まあもちろん、サイドンね、レードであるので、非常に捕まえやすいです。しかも、こいつ、レベル4レードなんで、ボールの、数によってアイテムの変動っていうのは、伝説とかバンギとかには、バンギとかの報酬とあまり変わらない。てか、変わらないやつなんで、非常に、レールパスね、無料レールパス余ってる方は、ぜひサイドンやってみてください。バンギじゃなくて。まあ、バンギでも別に大丈夫です。バンギで。大丈夫ですけど、ライコー出た途端に、
サイドン絶対欲しくなります。絶対です、これ絶対です、言い切ります、絶対欲しくなります。自信を覚えるポケモンってなかなかいないんですよね、ポケゴーで。言うてカビゴンとか、あとゴローニャとかかな。うん。で、しかも地面タイプっていうのがなかなかいない。ドンファン出てきましたけども、あいつただレアリティ多いだけで、そこまで使い勝手が良く悪くもないみたいな。で、ゴマゾウ自体も出が悪いんで進化させづらいんですよね、あいつね。なかなか不便なポケモン。特に強くねえのに。まあ、原作だったらね、頑丈持ちで一発は耐えるんですけど、ポケゴーなんでね、原作とは全然違うんで、そう考えるとドンファンっていうのはちょっと使い勝手が悪い。総合してね、捕獲率とか。そこでサイドンなんですよね。何回も言ってるんですけど、ゴローニャ持ってる人は全然大丈夫です、サイドン使わなくて。自分おすすめしたいのは、今から、ゴローニャ捕まえたいとか、ドンファンとか、ライコウエンテどうやって戦えばいいんだみたいな人におすすめしたいのがこのサイドンなんで、別にTL40 の方とかすげえやってる方とかは全然ゴローニャ使っていただいて大丈夫です。自分がおすすめしたいのはこのサイドンだけなんで。で、サイドンね、もう一つ言っていくと、まあ第4世代なんですけども、まだまだ先なんですけどね、第4世代でドサイドンというサイドンの進化系が出てきます。はい、まあ、そこまで能力値は変わらないとは思うんですけども、ドサイドンね、見た目からしてサイドンよりも全然違ってかっこいいんですよ。プロテクターっていう持ち物を持たせて通信交換で進化するみたいなのが原作なんですけど、そのプロテクターをね、持ったような感じですごいかっこいいんですよ。タイプは変わらないんですけども、そいつね、確か最大 CP が、まだ出てないんですけど、予想としては、ネットっていうか、ネットかサイトとかで載ってたんですけども、3800なんですよ。これなかなか高水準じゃないですか。まあ、サイドン自体ね、H210 の A が222の B が206なんで、高水準なんですけども、ドサイドン出てきたらもっと強くなるんですよ。まあ、今だったらゴローニャで大丈夫ですけど、第4世代出てきたら本当にドサイドンが強いんですよね。まあ、地面タイプね、ポケモンで地面タイプって、第4世代のガブリアスってやつがいるんですけど、ガブリアス抜いたら、多分ドサイドンか第5世代のワルビアルぐらいだと思うんですよ。強さで言ったら。ただ、まあ、ガブリアス出てきたら正直、サイドン使えないと思います。まあ、ドサイドンね。使えないと思うんですけども、ガブリアスはドラゴン地面タイプなので、氷が4倍になっちゃうんですよね。まあそこまで必要なか。うん。でガブリアスも3進化なんで2500で125なんですよ。まあドサイドンがどうなるかわかんないんですけども、そうなってくると多分50100で150なんで、でさらにプロテクター持たせるってなると100アメのサイドンからドサイドンは割に合わないと思うんで、50のプロテクターだと思うんですよ。そう考えると、アメの数からして、ドサイドンの方が作りやすいんですよね。ということで、今のうちにサイドンね、図鑑も埋めてない人もね、まあ、いるとは思います、サイドンね。まあ、自分も埋まってないんですけども、サイドン捕まえましょう。はい。そうすれば、今の段階で、ライコ、エンテイに対抗できます。もしだったらね、鳳凰にも使えるんで、まあ、ソーラービーム4倍ですけども。まあ、バンギラスね、いる方は別にバンギラスでエンテイ、鳳凰は対策できます。で、ライコウはですね、まあ、ゴローニャいる方は全然ゴローニャで大丈夫です。カビロンのね、自信を覚えている方も別に、それでも大丈夫なんですけども、それでも、やっぱり今から作るってなると厳しいので、レベル20固定から入るサイドンが一番おすすめ。という、動画でございました。はい。で、さっき言ったんですけどね、まあ別の話なんですけども、スイカのエクセレントスローの方法、多分、近日公開しますので、ぜひそちらもご覧になってください。バンギのね、エクセレントスローはもう出てるので、そちらもご覧になってください。ということで、以上で動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。以上、コロナでした。